ご案内いたします。柳生十兵衛光義、将軍家指南役柳生の嫡男でいながら、なぜか家光に追放され、吉原で用心棒として生きている。いやあ、和尚に殺生三昧のその刺身を出すというのも何だと思うが、何言うずに、ただ照様のお心はいただきましょう。それはありがたい。これでわしも釣りがいがあるというものだ。そうか。来るは源之助、実は徳川家康の一子六男坊である。なぜか権力の座から追放され、生まれながら鬼っ子と呼ばれた。その名は松平忠輝である。すいません、遠慮なくどうぞ。ちょっと、おー、これは語るじゃない。うん、うまいだろう。ところで、しょうわざわざ訪ねて来られたのは、俺たちに特別の説教でございますかな。いやいや、実はお二方を上様にお引き合わせしたいと思いましてな。これはまた突然。しかし和尚はいつも意表をついてきますね。いつまでもいがみ合っていてもせんないこと。いや、別にいがみ合っているわけではないのだが、向こうが勝手に付け狙ってくるだけです。それそれ、そのように気を構えるから、相手も構えて角が立つ。和尚、伊豆の亀がおる限り、家光殿もつれは容易にほどけぬと思うが。ところが、その伊豆殿に頼まれた。それはまことですか。まあ、このたくあんに騙されたと思いなされ。上様、お忍びのお越しとは恐れ入りません。柳生田島の屋敷におったついでじゃ。田島が、たくあんの顔を立ててくれと申すのでな。おお。この通りでござります。今日に至るまでのご無礼の数々、この伊豆が全ての責を負います。何かの上様と和解のほど。伊豆、わしとて好き好んで嫌われ者を立って出ているわけではないぞ。この度上様におかれましては、日光のご廟所に神君家康公をお祭りする東照宮を建立いたします。良い折にございまする。徳川一門挙げて東照権現様のご創業に深く思いをいたし、わだかまりを水に流す時と思いますが。上様のご本意とあらば、依存あろうはずがございません。鬼っ子様と恐れられたおじ上、よもその名に必要以上に心を固くした。だが同じ徳川、いがみ合っても何の線もないことに気がつき申した。かたじけなき仰せでござる。十兵衛、いずれ改めて城で席を設ける。その方も参る。かしこまりました。久々にそちの剣も見たい。ああ、まずはめでたし。たくあん、お取りなし待機。もったいな気をせ。では、おじ上、しかと受けたまわりましたぞ。まこと伊豆様のご本心か。おじ上、命がけで働いてきた我らは、今になってはしたがねるような人が、僕をバカにするのほどがある。忠輝十兵衛のために我ら黒桑の流したちは数知れません。このままむざむざと引っ込んでたまるか。我らにも意地がござる。おら、主、
この尺の中に灰を入れるとは無礼千万。何かの間違いです。そのようなことは言ってないよ。あんたの何か。ここへ直れ。手打ちにして待ちな。すると山で吉原の用心棒だ。お前さんたちの仇討ちの助太刀をするのは筋違いだぜ。そこを曲げて、曲げてお願いいたします。ならばこの身を吉原に売るお口添えを、せめてその前金でお仲間のお侍を募ってはくださいませぬか。身を売って助太刀を雇おうというのか。はい、仇を求めて1年3ヶ月予約を言い、信号が晴れた仇討ちを遂げ、期待が叶うかどうかの瀬戸際でございます。いけませぬ、日野様、いけませぬ、信号、そなたは黙っていなさい。元はといえば敵、斎藤権九郎が私に狼藉に及んだのをかばって、新一郎が、この子の父が切られたのでございます。助立ちにご一緒されたおじゆえと、じいやは、旅籠の前で返り討ちに遭いました。私と慎吾が落ち合う旅籠に帰りましたときはすでに遅く、書状が残されて、逆に帰り討ちの場所を定められる屈辱のありさまで。ケンさん。おう、いっちゃん、どうしたい。ジューベさんが。ジューベとまで喧嘩でもしたのか。違います。あたうちの助太刀を買ってきたんですけど、なんだか胸騒ぎがして。またあたうちの娘さんたちが忘れてったものです。気になって。ずいぶん軽いじゃねえか。あたうちの場所はどこだ。国宴までにはまだ間がある。それまで十分気を沈めておこうぜ。なさあ、敵もお前さんたちの助っ人を考えて数を増やしてるかもしれない。ここでしっかりとできる数を読む。いいな。はい、目指す敵が見えたら俺に教えな。ひたすら敵だけを狙う。他の者には構わない。はい、とどめの機会が必ず作ってやる。敵付けのお存じます。気にするな。帰ってこっちの気が重くなるぜ。素晴らしいお方のようですね。慎吾にわかるか。
父が無類の名刀好きでした。よし、見てみるか。ちょっと重いぞ。拝見いたします。外の様子を見てまいります。物が表へ出ろ。聞くぞ。やかんでません。さあ。西条、それをくれ。龍兵衛。飲み納めになるかもしれねえからな。ちゃんと飲めよ。
武士の魂をすり合わせ一言もないとは無礼である。その者武士一角の武元者と見た。立ち合いを所望いたす。さては居合か。お前を切りに来た。十兵衛、生きるか死ぬか。いや、多分お主が死ぬか。本望だ。今の件で生き恥をさらすよりは遠慮しねえでやってくれ。
大事急げ嵐投げろ。この上なき鷹狩り日和にございます。元服の鬼入りをされたものと聞く。要件を聞こうか。上位にござる。伊豆の神様のお屋敷にて沙汰あるまで幽閉との仰せでござります。何だと。お堂々を願いたい。身に覚えなきこと。しかとわけ聞かせ。お謀反の槍、お狩場にて上様のお命狙われたは、忠輝様の兜割りでござる。俺の兜割り。そういう仕掛けか。承知した。何、すぐ終わるぜ。運転さん。こっちもな、ちょいとばかり確かめておかなきゃならないことがある。心配するな。参ろう。
叔父上、心の目、早く取り戻せ。公儀め、慌てふためいて忠輝を幽閉した。これで我らがおらればどうにもならぬと伊豆の神も考え直したことだろう。今なれば吉原には十兵衛一人、しかも片目を失ってもはや我らが恐れる十兵衛ではない。天下無双の十兵衛も情けに心を奪われたが身の破滅だ。黒桑の一年思い知らせてやる。上様との約束の手前に控えおったが、そなた役上を疑い罠を仕掛けたの？めっそうもございません。上様のご本意に沿うのが我の務め。ならばこれは何のものだい？は、黒川を召し取りますれば忠輝様の誤解も解けます。しばしご猶予くださいませ。黒川が勝手に弾けたと申すか？はい、すでに放逐した奴らの腹いせでござる。まこと？そういないな。はい、このこと柳生田島の力を得まして。柳生が動いたと申すか？はい、忠輝様に使いの者が。ん？源さん、千代野たちが拉致されました。十兵衛さんを誘い出して押し殺すつもりです。聞いたか、伊豆の国。野獣では間に合う。はい、たとえこの刀を奪おうと心の目までは切れまい。どうも十兵衛さんでは。皆さん待て待て、十兵衛は賭けている。己自身に賭けている。
10秒守れ。源さん、俺は新しい剣を求めて諸国を修行してみようと。そうか、十兵衛も生まれ変わるか。いい、これも源さんや嵐たちのおかげだ。水臭いこと言うな。吉原のことは俺に任せておけ。お前は存分に剣の道を極めてくれ。十兵衛、見てみろ。今日の空はお前の心のように澄んでるじゃないか。地獄の淵から蘇った十兵衛の剣であった。その目にはいつまでも変わらぬ友情の唾が。知らない人にいつからかなってしまい、心の中の悲しい影をみんな気づいていない。